中間試験。野球部。甲子園。同窓。編成。課題曲。自由曲。サンフェスを終えて心地よい達成感を味わえたのもつかの間、高校に入って初めての中間試験、平均よりやや上という喜ぶほどでもなく落ち込むほどでもない結果を迎えた後、いよいよ夏のコンクールに向けての練習が始まった。まずこれからのスケジュールを皆さんにお配りしました。吹奏楽コンクールは、例えるなら野球部における甲子園のような吹奏楽部にとっての最大の大会。私たちの地域では府大会、関西大会、全国大会の順に各大会で代表に選ばれた高校が次の大会に進むシステムなのだが、我が北宇治高校はここ10年最初の府大会止まり、しかも同窓という残念な状態なのだった。さてここからが重要な話なのですが、今年はオーディションを行うことにしたいと思います。え、オーディションって？はい、私が一人一人皆さんの演奏を聞いて、ソロパートも含め大会に出るメンバーと編成を決めるということです。私たちは A 部門というカテゴリーでコンクールに出場する。この部門では課題曲と自由曲の2曲を最大55名までの編成で演奏する決まりになっていて、それ以上人数がいる場合誰かが出場できないことになる。北宇治高校では以前から上級生が優先的に出場してきた。つまりほとんどの場合初心者と1年生が外れてきたのだった。そこに突然降って湧いたオーディション、当然反対の声は大きかったが、難しく考えなくても大丈夫ですよ。3年生が1年生より上手ければ良いだけのことです。もっとも皆さんの中に1年生より下手だけど大会には出たいという上級生がいるなら別ですが。おお、なんかかっこいいですね。この曲は低音がいいんだよね。その曲は確かにダイナミックで、でも失敗したら目も当てられなくなりそうで、私は思った。やっぱり滝先生は本気で全国を狙っていると。それでこれが譜面ね。それぞれオーディションで吹くところに丸印がついてるみたい。どうも。どれどれ。オーディションはここからここまでか。滝先生も意地悪だね。ねね、久美子も吹ける？うん、あそこまでは無理だけど。うまいね。え、ありがとうございます。 UFO 始めたのいつって言ってたっけ？小4からです。姉に釣られてなんとなく。じゃあ今年で7年か。そりゃさまつくか。個人連行ってくるね。あ、はい。チューバやっててよかったこと？はい、モチベーションの側面からぜひ参考にしたいと思いまして。そうだね。何かありませんか、リコ先輩。大きくて重い。それはいいところですか？地味であまり目立たないところばかり吹く割には息がつらい。苦しい。いいところなんですか？なぜかチューバのせいってよく怒られる。そんな感じだな。チューバのいいところ？はい、後藤先輩前にチューバ大好きって言ってましたよね。そのあたりをぜひ葉月ちゃんにご教示いただきたく。加藤。
はい。チューバの一番いいところはな。はい。チューバのいいところっていうのはな、いいところがないところだ。先輩！いいところがないのに一生懸命頑張る、ひたすらに頑張る、そこがいいんだよ。いや、それがいいんだよ。その気持ちが分かればお前も立派なチューバ吹きだ。はい。モチベーションを上げるか。俺は合奏した時かな。え、今なんて。あ、いや、チューバだけだと単調なフレーズが続くからなんだと思ってたことがあって、でも合奏で他のパートと音が合わさったらさ、音楽になった、ハーモニーが生まれた、支えてる実感もあった。その時から俺はずっとチューバが。なんでそれをカトちゃんに言わなかったの。少し照れくさくて。ハズキちゃん、合奏したことないかも。この前のサンフェスはポンポン持って歩いてました。その前の合奏練習は初心者だから演奏せずに座ってました。それだ。ハズキちゃん、基礎練してばっかりだったね。合奏の楽しさある。ハズキちゃんができる曲。唇痛い。ただいま戻りました。あれ、先輩たちは。葉月ちゃん、これ合奏してみたいんだけど。私曲とかまだできないよ。ってこれさっきの。こうしてコンクールに向け、それぞれが目標へと歩き出し、いいな、久美子ちゃんは。葵ちゃん、それぞれの思いを胸に。オーディション頑張りなよ。え、次の曲が始まるのです。つまり当然、当然、最も確かに。その曲は確かにダイナミックで、どうもどれどれ、どれどれ。ご教授いただきたく。葉月ちゃんにご教授いただきたく。一生懸命頑張る、ひたすらに頑張る。どうだった。